5番吹田薫議員の発言を許します。吹田議員、5番ふるさと高島新風会の吹田薫です。通告通りに一括質問一括答弁よろしくお願いいたします。スポーツ振興について、お伺いいたします。スポーツ推進計画の目的の中に少子高齢化や各家族の他の振興などによる地域連帯感や項目ごとですか。項目ごとのように、あの通告をいただいてますが、はいはい、項目ごとに一括質問一括答弁よろしく、はい、どうぞ続けてください。スポーツ推進計画の目的の中に少子高齢化や各家族化の振興などによる地域連帯感の希薄化や地域の結束力の低下が進んでいるとありますが、社会状況が変容する中、地域内で行われた地区運動会や各町民運動会などを取りやめる地区や町が出てきています。市民の意識調査では運動やスポーツで体を動かすことが好きという人が約5割いるという中で、地区内の運動会や地区内の競技大会を中止するということは地域の連帯や結束ができないと思います。30代は30代のスポーツ、40代は40代のスポーツ、それぞれ年代に合ったスポーツを考え、体力やライフスタイルに応じて継続的にスポーツに親しむことが大切であり、そのことが障害スポーツの社会になっていくと思われます。そこでお伺いいたします。1、市民の誰もが参加できる市民運動会などは開催できないか。北は牧野から南は高島までの市民が集まり、市の地域の結束や連帯を強めるためにございます。2、昨今スポーツ少年団やクラブチームが全国大会などに出場することが増えたように思われます。出場するチームや選手などへの支援などはどのようになっているのか。3、スポーツイベントの進行について本年はどれぐらいのイベントをしたのか。また参加者はどれぐらいか、宿泊を伴うイベントの参加者は、また経済効果はどれぐらいか。4、2024年国体の高島市への誘致活動などは進めているのか。5、高島市での競技種目は何が良いのかお伺いいたします。5番吹田薫議員の質問番号1に対する当局の答弁を求めます。以上、教育部長。澤田一郎教育部長。それでは吹田議員の質問番号1のスポーツ振興についてのご質問にお答えいたします。1点目の市民の誰もが参加できる市民運動会などが開催できないかについてでありますが、現在市民が誰でも参加できるスポーツイベントは琵琶湖高島クリマラソンや市民体育大会、また地域ごとに実施していただいている運動会、球技大会などがございます。スポーツを通じた市民全体の交流の場としては、本年も10月19日に実施しました琵琶湖高島クリマラソンがございます。この大会は初心者の方も参加しやすい2キロメートルの部を設け、参加申し込み者391名のうち約半数が市内各地からの参加であり、市民参加型となっております。今後もより多くの市民の方に関わっていただける大会となるよう努めてまいります。議員ご指摘の市民運動会などについては、今後スポーツ推進審議会やスポーツ推進委員会などでご意見を伺いながら協議してまいりたいと考えております。2点目の全国大会に出場する選手チームへの支援ができないかについてでありますが、教育委員会では全国大会に出場される高校生以下の選手団体には基準を設けて
予算の範囲内で激励金を交付しております。この激励金はスポーツや芸術活動の促進と振興を図る目的で交付しているものであり、全国大会規模以上の大会に出場されることに対して支援させていただいているものでございます。3点目のスポーツイベントの実施状況でございますが、市が主催したイベントは高島市民体育大会や琵琶湖トライアスロン大会、琵琶湖高島クリマラソンであります。参加者数につきましては、高島市民大会が約1800人、トライアスロン大会が約300人、琵琶湖高島クリマラソンが約2200人です。またスポーツ推進委員会の主催によりウォーキング事業が年6回開催されており、参加者数は延べ約200人となっております。このうちトライアスロン大会、琵琶湖高島クリマラソンは遠方からの参加者があり、宿泊が期待できるイベントであります。経済効果については近畿圏外からの参加者数は約300人であり、このうち半数が宿泊されたとした場合で、観光庁が示す1人当たりの単価を参考に試算いたしますと、日帰り客と合わせて約2100万円の経済効果があると推定されます。4点目の2024年国民体育大会の高島市への誘致活動についてでありますが、本年8月の予備調査におきまして、市内体育施設や宿泊施設の状況、最近の市内における全国および近畿大会レベルの開催状況、前回大会の状況、経済波及効果などをもとに、市体育協会や大会を支援いただける競技団体との協議を行い、総合的に判断した結果、ソフトボール、ウェイトリフティング、柔剣道の3種目を誘致希望種目とし、12月中に正式な希望調査票を県国体準備室へ提出する予定でございます。その後、県競技団体の意向とのマッチング作業が実施され、来年5月に第1回の会場地決定がなされる予定でございます。教育委員会といたしましては、現在県競技団体関係機関に対して誘致に向けた PR 活動を継続して行っているところでございます。次に5点目の高島市では、他に競技種目は何が良いかについてでございますが、国体種目は正式種目である37競技以外に、綱引きなどの公開競技、5競技やデモンストレーションスポーツがございます。デモンストレーションスポーツの種目はこれから決定されることとなっておりますが、戦災事例を見ますと、ウォーキングやソフトバレーボールなどがございます。今後高島市において実施可能なもの、効果が大きいものを見極め判断してまいります。以上でございます。水田議員、それでは再質問の方を入らせてもらいます。1問目のスポーツ推進や審議委員会などの検討をするということでございますが、私の提案としては、現在行われています小学生の記録、高学年による陸上や水泳などの記録会を市民運動会の中に組み入れる、また実施するというようなのが一向だと思います。それはなぜかといいますと、小学生がすることにより、父兄、また家族が応援に行くと、そういうところで市民運動会のようなことをすると、参加する人間も増えるということです。でその中に、昼から、実施する中で40代、50代、また60歳以上のマスターの市民運動会などをすると、大変盛り上がったいい市民運動会ができるんじゃないかなと思いますが、この提案について、こちらはどのようなお考えですか。はい、藤井教育次長。お答えいたします。ただいま提案をいただきました、小学校
まあ、今現在ですが、小学校は水泳記録会とか陸上記録会、あと中学校は陸上記録会とか駅伝大会を、まあ、交流としてやらさせていただいています。ただいま提案いただきました、その他に、40歳、50歳代とか、まあ、各年代層に、おきます、交流といいますか、運動会につきましては、まあ、市民のスポーツの、まあ、関心を、まあ、深める意味とか、あと、まあ、スポーツの推進を図る意味ではかなり、まあ、効果があるものかなというふうには考えておりますが、まあ、実施についてはなかなか先ほど答弁の中で、述べさせていただいてますように、スポーツ推進審議会や、まあ、スポーツの推進委員会などで、まあ、ご意見を伺いながら、協議をさせていただきたいというふうに考えています。以上です。杉田議員。まあ、だん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 そういう交流の場がなくなったと。今問題されるのがやはり牧野の人と高島の人が面識もないやろと。そういうことを少しでもそういう場で、することが、これからの交流、高島の人とやというようなことになると思います。やはり昔の運動会良かったな、今の運動会も なかなかええなというようなことで、ぜひとも前向きな検討よろしくお願いいたします。2番目の質問に参ります。激励金は一人頭大体いくらですか、またチームや団体にはどれぐらい交付しているのかお伺いいたします。早藤教育次長。お答えいたします。個人の場合一人当たり1万円の激励金で、成人につきましては一人当たり5000円でございます。団体につきましては一人当たり今1万円ではございますが、10万円を限度として交付という感激レーティングを支払っています。水田議員。いわゆる全国大教育規模の大会ということは、それに出場できるということは、個人としてまたチームとしても大変名誉なことだと思います。高島氏も応援をしなくてはならないと思いますが、高島氏の PR ができるということを考えたりすると、知名度も上がる。高島氏はどこから来てるのと、今まで高島というとなかなか、ここ2年ほどは災害やいろんな不祥事なんで全国的なイメージなんで、PR してもたまして PR とは言わないけど、まあ、そういうふうになったと思うんですが、今後全国大会やそういうところに出ることによって、まだ新たな高島氏を PR するということができると思うんです。その辺で、教育委員会の方も十分に考慮していただいて、旅費等の負担が大きくなる全国大会、や規模のやる激励金アップの支援を検討していただきたいんですが、いかがですか。早藤教育次長。スポーツの関係につきましては、まあ、かなり活躍をされておる高島市民の方がおられます。まあ、市のスポーツのスポーツ活動について推進とか、あと、まあ、振興を図る意味でも、まあ、大変活躍をされておるというふうな方ではございますが、先ほどの、そういう激励金の上乗せというような話につきましては、ちょっと現段階では大変厳しい状態かなというふうには考えているところでございます。杉田議員。まあ十分に、まあその厳しいというのは分かるんですけども、なかなかやっぱりそれは広告等やというようなことを考えてもたら、なんとかしてもらうように、まあ、よろしくお願いいたします。3番目の質問でございます。今年、いわゆるスポーツイベントとして私は取り上げたかったんですが、くつきで、西日本で初めて開催されましたトレイルランについて、詳しく、この場で、お教えを願いたいと思いますが、よろしくお願いいたします。またの吉原商工観光部長。トレイルランニングを今般鈴木の方で開催いたしました。これは、まあ、先ほど議員のおっしゃった通り、西日本で初めての大会ということで、まあ、かなりの大規模な開催でございました。本来こうトレイルというのは議員もご承知の通り、高島トレイル80キロに及ぶ、まあ、総延長を今築いておりますけれども、まあ、これは全国的にも非常にこう人気を博しております。
まあ、そんな中でその、まあ、進化系といたしましてこうトレイルとそしてまあ、トレイルといいますのは、まあ、山岳のトレッキングなんですけれどもそれにまあ長期的なこう距離的な部分でのこう ロードランニングというようなことと取り合わせた、まあ、開催でございます、まあ、あのこれにつきましては市内外から、まあ、700名以上の方を集めまして、まあ、非常にこう大規模的にも開催させていただいたところでございます。水田議員あの、まあ、あの700名以上と、まあ、あのちょっと聞きますと前日から泊まり劇で、来て、まあ、どこで泊まったというのもまだまだはっきり、まあ、今日はこれから聞こうと思ってますけどやはりその700名朝の早い、スタートやったと思うんです。その時のスターターはもちろん市長がおっしゃったと聞いてますけどその後の結果はなどはアンケートとなりいろんなことは聞いておられました。当時参加者に今日はどうでしたかとかまたの商工観光部長、一応まあ申し込みの方からまあ、参加者に関しましては、まあ、1割弱の、まあ、不参加ということでありましたんですけれども、まあ、ゴールされた方全てがこう、まあ、プロデュースいただいております、まあ、冠城さんという方なんですけれども、まあ、その方がゴールで出迎えまして、まあ、それぞれに、まあ、インタビューするというような形でこう皆さんにもこう発信できたかと思いますしまた、これも、まあ、ご承知の通りこう新聞でも取り上げていただきまして、まあ、これ、トレイルランニングの良さであったりとか、まあ、今回の大会の趣旨であったりとか、まあ、そういった部分につきましては内外に発信できたかなという考えを持っています。水田議員私が思うのは現在のそのスポーツイベントになるんかとそれは何でと言いますとトレイルというのがちょうど季節が、紅葉の時期で、参加者がほとんどの方が素晴らしいというようなことを言ってありましたということを聞いたんですがこの紅葉、まあ、今回はちょっと寒かったんちゃうかなと僕は思うんですけどもうちょっと早めにしたらもっと景色のいいとこはだその時にやはり市民の方もこんな素晴らしい紅葉なるとこをもっと市民が参加できるようなトレイルがそれと同じようにできたらいいんとしちゃうかなと思うんですがこれは、ね、スポーツの方で行く動きか今の今回のように勝負こう観光家の方が行く動きかその辺はどのような愛知取りを思っているんですか。よろしくお願いします。以上、商工観光部長。また商工観光部長、まあ、今般このトレイルランニングといいますものこれにつきましては先ほど申しましたように、まあ、トレイルの進化系というようなことでございます、まあ、これにつきましてはこう新たなスポーツツーリズムというようなこう目標を持ちまして、まあ、来ていただく皆様方と、まあ、地元が交流できるそしてまたこう交流していただく中で、地元の、まあ、物産品であったりとか、まあ、宿泊も含めましてこう経済に非常に影響を与えていただけるというような方向性を持って、まあ、開催をさせていただいたものでございます、まあ、市内からもまあ、12名の方に参加いただきました。ただ今般こう出場の条件といたしましてこう非常にハードな競技でございまして、まあ、主参加資格と申しますか、まあ、一定のこう周知事項といたしましてはやはりこうフルマラソンハーフマラソンの完走者、まあ、または完走できるだけのこう力を持たれた方もしくは、まあこういうトレイルランニングという全国でもやっておられますので、まあ、そうしたもので出場経験があり、なおかつこう完走できた方というような、まあ、ちょっとハードルを上げたような形で募集しております。まあ、それの中でも市内で12名という参加を得ましたので、大変こう感触のあったことかなと考えております。いいです。水田議員、まあ、そのスペシャルリストというか、まあ、その経験者が出てもらう。というのは分かるんです。まあ、僕今言わさせてもらっているのはこの市民の方々にもこのトレイルをもっと親しむようなイベントがそこと同じように例えば前日は
そういう、市民の方々にそのコース、まあ、その半分のコースでもいいと思うんですが、ウォーキングしてもらって、例えば空き家とその秋の紅葉を眺めて、高島にはこんなのがありますよと、トレイルは知っている方もたくさんおられると思いますが、実際に誰でもできるようなトレイルのコースを作ってもらって、そこで市民の方々も紅葉を楽しんでもらえるというようなことができればなと思って質問をしたんですが、今後ともそういうスペシャル的な大会にしていくのか、もう今年1回限りでございますか、このスポーツランというのは。以上、商工観光部長。まだの商工観光部長。まず今後につきましては、まあ、今後も引き続き、開催していく予定をしておりますし、先ほど申しましたようにこう、まあ、一定の予想を上回るような参加も得ましたので、もう少し大きな規模にまで拡張できるかなという、まあ、自信もついたところでございます。それと、まあ、市民向けの部分でというようなお話もございます。まあ、大会の、まあ、趣旨自体につきましては大きく変える予定はございません。ただし議員おっしゃいますように、まあ、市民にも、まあ、しっかりこう理解をしていただくという意味の中で、それとまた一つはこう私どもの所管する部分ではないんですけれども、まあ教育部局がこう所管いたしますこう市民の体育の向上というような部分でもあるのかなという点につきましては、まあ、しっかり担当部局との相談をしながら、まあ、開催、それに常時で開催できる部分であれば開催の方向で検討したいなと考えております。水田議員、まあ、よろしくお願いいたします。これはやはり高島としても発信するのは発行職員、まあ、それも発行できました、まあ、このトレイルというのはやはり素晴らしい、トレイルがあるんですから、それを利用するということは、もちろん教育委員会と商工観光課の方が両方とも発行するので、やはり、考えてもらったらもっと素晴らしいイベントもできると思いますので、そのとよろしくお願いします。それでは、次の質問の方へ参ります。国民体育大会の件につきまして、総合的な判断により具体的に、どのような結果でいわゆるこの3種目が、ソフトボール、ウェイトリフティング、柔剣道が決まったのか、お聞かせ願いますか。はい、藤教育次長。お答えいたします。まず、市の体育協会の方に協力を得まして、各競技団体の方に、意見といいますか、意向調査をさせていただきました。結果、まあ、積極的に、まあ、要望があったというような団体につきましては、まあ、ソフトボール、柔剣道、ウェイトリフティング、クレー射撃というようなものがございます。それをもとに、体育協会とご相談をさせていただきまして、3種目、ソフトボール、柔剣道、ウェイトリフティングの3種目を希望させていただいたというようなものでございます。クレー射撃につきましては、会場の設定がなかなか難しいというふうなところで、3種目になったというような結果でございます。以上です。水田委員、その結果がそうなったということですが、例えばソフトボールは全国大会行ったんです とか、ウエストリスティングは全国大会行ったんですとか、まあ、そういう実績がないとなかなかこういうのは、推薦も受け入れもできないと思うんですが、そこら辺の実績はどのようなものでしたか。はい、教育次長。お答えいたします。今度、まあ、県とか県の協会とか県の体育協会、あと、まあ、国体の準備等々と、まあ、協議をさせていただいている中で、最近、まあ、先ほどおっしゃいました市内での大会を、言っています。まあ、全国の、高等学校女子のウエイトリフティング競技大会が7月に行われたとか、近畿の、まあ、私学のソフトボールが8月に行われています。それから全国の私立高校の女子ソフトボール大会が3月に開催されているというふうな実績をもとに協議をさせていただきまして、希望をさせていただいているというような状況でございます。水田議員、まあ、その実績というのは大変PR するのには十分だと思いますので、勧誘に誘致に向けての PR よろしくお願いいたします。それでは5点目の質問をいたします。
正式種目37競技以外に公開競技というものがありましたが、この公開競技というのは、5競技あるということですが、もうこれは決まっているんですか。はい、教育次長。公開競技 5競技につきましては、これは確定していると聞いております。水田議員。あ、それでは公開競技は 5競技はどのような競技であるか、綱引き以外に、どんな競技があるかお知らせ。はい、藤井教育次長。失礼しました。綱引き以外にパワー、リフティング、ゲートボール、グランドゴルフ、武術、太極拳の5競技でございます。水田議員。その公開競技5競技の中で、グランドゴルフと、お伺いしましたが、今やはり全国的というか特にこの高島はグランドゴルフの方が盛んになっているような思うんですが、ぜひともこの競技をぜひともこの高島で、開催してくださいと、私は進めていってもらいたいと思うんですが、友人につけて。ただこのグランドゴルフについて伺うんですが、公認グランドとかいうのは高島の中で、どれぐらいなのか、またこの公認グランドはすぐできるのか、そこら辺を少しちょっと教えてほしいですが。はい、私教育次長。お答えさせていただきます。公開競技につきましては、全ての正式種目が、決定されてからというようなことで、時期を、見計らいまして、ご協議させていただきたいというふうに考えております。現在、公認の、グランドゴルフ協会の公認グランドでございますが、市内に5カ所ございまして、牧野高原、牧野ピックランド、今津の総合運動公園、家族旅行村のビラデスト、今津グリーンパーク思い出の森の 5会場でございます。これにつきましては基本的には、戦災権に確認しましたんですが、8コース、8ホール、3コース分で、平坦な、芝コースを準備したというふうな情報だけを得ておりますので、今後その細かいその規定といいますか、それにつきましてはその競技団体と協議をさせてもらうというふうなことになるかなと思います。水田議員。その5カ所で、例えばですよ、その公開競技は高島の地で、もうしてくださいと、余裕決定ができまして、そこでやってくださいとなった場合、5カ所でその開催ができるのか、まだもう2、3カ所いる会場がないとできないのか、そこら辺のこともまだわからないということですか、それでは。はい、藤井教育次長。現在のところ今の段階では分かっておりません。水田議員。ぜひともこのグランドゴルフの人気が、高島なら特には人気があると思います。これをぜひとも公開競技として、3種目の他にもいわゆる誘致の方へ向けて頑張って、いただきたいと思います。それでは質問の2の大きい2番の方へ移りたいと思います。公共施設の設置並み管理について、指定管理者が入る公共施設では納付金を納める施設があります。国は4月1日以降 8% の消費税になりましたが、市内の公共施設の中にはオートキャンプ場やバンガローやグランド等の使用料がまだ5% の消費税のままであると聞きますが、いつから消費税を発売するのかお伺いいたします。水田議員の質問番号2に対する当局の答弁を求めます。飯田総務長。公共施設の設置及び管理についてのご質問にお答えをさせていただきます。本年4月に消費税率が 8% に引き上げられましたことによりまして、公共施設使用料の改正にかかるご質問でございますけれども、指定管理施設におきましては課税売上高が1000万円を超える場合は消費税の納税義務者として
8% の消費税を納めているにもかかわらず、利用者から徴収する使用施設の使用料には消費税率引上げ分が転嫁されていないというご意見につきましては、指定管理者からもお聞きをいたしているところでございます。条例で定めます施設の使用料は、地方自治法に基づきまして、公の施設の利用者にその利用の対価として負担をしていただいているものでございまして、施設の管理経費の変動や指定管理施設の状況を踏まえまして、現行の使用料が適正か否かについては、定期的な検証が必要なものであるというふうに考えております。まあ、そうした中で、現在の使用料は、旧町村の使用料を引き継いだものも多く、近年の物価変動や消費税の引き上げなど、社会経済情勢の変化から、使用料を全面的に見直す時期に来ていると考えております。そのため、本年6月に策定いたしました、行財政改革推進計画におきまして、受益者負担の原則により現行の公共施設使用料を見直すことといたしております。現在現行の消費税率 8% に基づきました施設の維持管理費をもとに改正使用料の算定を行っているところでございまして、平成27年3月の定例会におきまして関係条例の改正を提案し、まあ、一定の周知期間を設けた上で施行すべく、まあ、準備を進めているところでございます。以上でございます。水田議員。はい、この問題につきましては午前中にも同僚議員が質問しましたので私はあまり同じような質問もできないんですが、ただ一つ、今後また政府の方が 10% 税金を上げるようなことを言っています。1年半年、6ヶ月ほど伸びたんですが、その時も同じようにこういう不備というかこういうことがあると、またその利用いわゆる管理指定管理を受けている人たちに大変不利益なことになると思います。まあ3月の定例会においてそこら辺のことを使用費で上がった場合は速やかにすると、はい、まあ周知期間もそれは必要だと思いますが、その辺のことについて、お伺いをお願いいたします。飯田総務部長、お答えをさせていただきます。消費税が 10% になったときにこの使用料を再度見直すのかどうかにつきましては今現在方針としては固まっておりません。で、と申しますのもやはりその時々の、まあ、物価変動と経済情勢を十分勘案した上でその時点でやはり解説すべきかどうかを判断すべきものであるというふうに考えておりますので、従いまして、まあ、3月に出させていただきます条例の中にはそういった、負担を担保するような規定というものは今のところは盛り込まないということで考えております。水田議員。そうしますとまた同じような質問を1年半後にせんなんかもわからんということです。やはりその条例を改正するときに文言の一つの二つでも入れた方が、私はこんな今までの同僚議員と同じような質問がないんでしょうかな。ぜひとも条例の時はその辺のことを考えた上でぜひやっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。まあ答弁結構でございますね。同じことはなかったのではない。これはどうですか。それでは大きい3番目の方へ移りたいと思います。観光振興について、国が選定する重要文化財景観に今回高島の大溝の水根景観が選定されました。高島市では海津と針江、そして大溝と3カ所目であり、全国でも市内で3カ所目というのは3カ所というのは初めてということですが、高島にはそれほど風光明媚なところがたくさんあるということです。自然と人の暮らしが作り上げた文化的な風景を大切にしなくてはいけないということですが、高島市としては観光振興に力を入れることについてどのように PR していくのかお伺いします。丸1、海津地区で針江地区での観光客は年間どれぐらいのお客さんが来ているのか、また数年の推移などをお伺いします。丸2、選定された水根景観の
山地区を見学できるルートなどを考えているのか、また観光協会との連携はどうなっているのか。丸三、11月22日、23日の高島発酵食品&蕎麦フェスタでは、昨年に続きたくさんの人々が訪れましたが、その使用体効果はどれぐらいか。丸四、今後補助金が少なくなる中、高島市としてはどのような支援をしていくのかお伺いいたします。水田川路議員の質問番号3に対する当局の答弁を求めます。以上、商工観光部長。まだの商工観光部長。それでは水田議員の質問番号の3、観光振興についてのご質問にお答えをいたします。議員同様、今回選定されました大溝地区を含めまして、いずれの水辺景観地域も国の選定に際しましては観光資源としての要素が高く評価されたものであり、魅力ある景観地として認識するところでございます。それではまず1点目の、街道並びに春江地区への、観光入り込み客の動向に関するご質問につきましてお答えをいたします。重要文化的景観保全地区に限定した統計資料はございませんので、対象地区の一部での数値となりますけれども、滋賀県観光入り込み客統計調査による直近5年間の推移をもとにお答えをさせていただきます。海津地区では海津大崎で平成21年の年間13万人、これをピークに11万人前後で、また針江地区では針江里山水辺ツアーで平成23年の年間1万人をピークに8000人前後の観光入り込み客数となっている状況でございます。次に、2点目の市内3地区の重要文化的景観に係る見学ルートの件と、また観光協会との連携に関するご質問についてお答えをいたします。すでに重要文化的景観として選定されております海津西浜地内の水辺景観および針江下降りの水辺景観につきましては、選定後にそれぞれの地域において組織されましたまちづくり協議会が中心となりまして、景観の保全や生活の場に配慮した観光振興に取り組まれているところでございます。また今般選定されました大溝の水辺景観におきましても、地元住民の価値観の共有と素晴らしい景観を守っていく機運の醸成を図りながら、文化的景観を生かしたまちづくりを考えるまちづくり協議会が設置される予定でございます。さらに来年度には市の関係部局等によります文化的景観活用検討委員会、これを組織し、この3地区と連携しながら重要文化的景観の保全と今後の取り組み、また観光資源としての活用方策などにつきまして議論を進めていく予定でございます。市といたしましては観光協会とも連携を密にしながら、地域住民の生活に配慮した中で各地域に有する他の観光資源と合わせてそれぞれの点を線で結び、相互に機能し合う関係を強化いたしまして、一体的な面としての観光受け入れ体制を構築することによりまして、自然と人の暮らしが築き上げた素晴らしい水辺景観に一人でも多くの方が訪れていただけるよう、しっかりと観光振興につなげてまいりたいと考えているところでございます。次に3点目の高島発酵食品&蕎麦フェスタに係る費用対効果につきましてお答えをいたします。去る11月22日、23日の2日間にわたりまして、今津総合運動公園、サンルーフ今津およびスパーク今津におきまして、2014高島発酵食品&蕎麦フェスタを開催したところでございます。おかげをもちまして、両日ともに天候に恵まれ、1万4000人にも及ぶ来場をいただくことができました。今年度は高島地域ならではの伝統に育まれた食の魅力に、地域住民の皆様はもとより、京阪神などの大都市圏の方々にも触れていただき、広く高島の魅力を再発見していただけるよう、高島へ元気のもとを食べに行く、これをテーマに開催したものでございます。本事業は全国商工会連合会の補助金並びに市補助金を財源として、総事業費1600万円をもって開催したものでございます。会場準備等にかかります経費のうち、地元業者に対しての発注額は約800万円でございます。2日間の各ブースの売上総額は約720万円でございまして、総
そのうち市内の出店者にかかる分につきましては約570万円でございました。また来場者の日帰り宿泊にかかる市内消費金額は約4500万円と試算しております。以上から事業開催にかかる全体の経済効果につきましては、総事業費、来客消費、また出店総売上などを合わせた約6500万であり、そのうちの約5500万円については市内への経済効果があったものと試算しております。最後に4点目の今後の支援につきましてのお答えをいたします。今回会場で寄せられました参加者からのご意見、そしてまたアンケート調査の結果をしっかりと今後検証することによりまして、今後の開催に向け運営上の改善を図るとともに、関係機関や出店者との連携をさらに強め、発酵食品をはじめとする伝統的な食品や地場の農産物などの出店販売を通しまして、高島の魅力を全国に発信してまいりたいと考えております。なお今後の開催にかかります経費につきましても、国や県などの有効な補助金の獲得に積極的に努め、必要な事業費の確保を図ってまいりたいと考えております。以上でございます。水田議員。はい、それでは再質問の方を入らせていただきます。この3地区での水根景観ということで、部長、共通点は何やと思いますか。以上。まだの商工看護部長。やはりこう議員もご承知の通りかと思うんですけども、いずれも素晴らしいこう水根景観、やっぱり高島と水とは切ってもう切れないというような関係を結んでいる、その辺が認められたものと考えています。いいです。水田議員。まあ、その当時でございます。この三地区というのは、作りで酒井さんがあり、また高倉があると。高島の水というのは、飛騨さんの複数水で、大変素晴らしい水が出るということで PR するのには持ってこいだと思いますが、その反面、自然と人々の暮らしの中で、景観ということで今までいろいろな問題があったと思いますが、その中で、まちづくり協議会が中心になって、生活の場に配慮した観光振興とは、具体的にどのようなことをしたかとお伺いいたします。又野商工観光部長。はい、おっしゃる通り、大変こう地域の暮らしそのものでございますので、やはりまず地域の生活につきまして非常に不安を持っておられる住民の方々もおられる、またこう、まあ、あってはならんことなんですけども、やはりこう子どもたちを持つ親御さんにつかれましては、やはりこう身も知らぬ方というようなことで非常に不安を持っておられる。またこうやはりこう観光客の中にはやっぱり心ない方もおられ、勝手にこう家の中に入ってこられてこう写真を撮っていかれるというような、まあ、その辺の部分で、まあ、住民さんが非常にこう不安を抱えておられるというのがこう大きな問題かなと考えております。水田議員。はい、今後も、高島町のいわゆるそこら辺の経験を、やはりそこらの、その辺のまちづくり委員会がまた立ち上がるそうですが、そこら辺の経験を生かし、この三地区がうまくいくように、ぜひともやってもらいたいと思います。それでは次、2日間で1万4000名の来場があったこの産業フェスタですが、素晴らしいイベントであったと思いますが、その中で体験コーナーや見学会について伺います。それぞれ定員、募集定員は決まったのでございますが、すべていっぱいになったのかどうかお伺いいたします。増田商工観光部次長。お答えいたします。まあ、当日、まあ、蕎麦打ち体験なり、味噌作りに含めまして、外では体験見学をさせていただいたところでございますけれども、まあ、全体的に、ほぼ、まあ、満タンということだったんですが、まあ、野菜の収穫体験等の部門につきましては、まあ、人がなかなか集まらなかったということが実態でございます。以上です。水田議員。まあ
やはりこの高島も野菜がたくさん、野菜が取れるということをやはり、PR したいなと思いますので、今後はそういうことをぜひとも PR して、もう大変だったんですわと、もう募集定員がこんなにしかないのに、もうそれ以上募集されて大変だったというような答えが返ってくるようによろしくお願いします。はい、またもう一つ、4番目の質問をいたします。この2年間のイベントで高島の発酵食品として発信したことでリピーターもできたと思います。今後は、高島連携協議会の方々の知恵を借りながら、私は、新野菜の観光、観光プラスだな、観光物産プラダを利用し、駅の近くでそういうイベントをぜひとも考えてほしいと思いますが、観光部長はどのようなお考えでございますか。松田商工観光部次長、お答えをいたします。当日も、まあ、2日間にわたりまして1100名余りの方に、話を頂戴したところでございます。リピーターの方も多いこともその、アンケートで分かったところでございます。議員ご指摘の来年度以降の開催につきましては、昨年度大きな発酵食品大会に引き続いての今年は発酵も取り組んだ産業フェアというような形の中で開催をさせていただいております。まあ、財源については商工会の補助金等も合わせて活用しているところでございまして、来年度早々に、事業費も含めた中で開催場所等の検討を早期に検討していきたいというふうに考えている中で、当然今年10月の1日に新野菜の駅前にオープンしました今のプラザにつきましても、候補地と申しますか、そういった場所でできることの検討もしていきたいというふうに考えております。水田議員、ぜひとも第一番の候補は観光物産プラザでやるというような、やはり市もそこで力を入れてもらって、市民の皆さんとともにそういうイベントができるように、よろしくお願いいたします。それで私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。以上で5番、杉田薫議員の質問を終わります。